ウクライナの主題による教師曲作品28はセルゲイ・リャプノフが1907年に作曲したピアノと還元楽のための作品。演奏時間は約17分。自身が卓越した技量を持ったピアニストであったリャプノフは有名な12の超絶技巧練習曲作品11など多くのピアノのための作品を作曲している。 そのうち感弦楽伴奏を伴う作品は、二つのピアノ競奏曲と本作の三つがある。ウクライナ民謡を主題に使用したこの華麗な教師曲は、リャプノフと同様に作曲家兼、ビルト・オー・ゾ・ピアニストであったフェルチョブ・ゾーニに、検定された。作曲の二年後の1909年に、サンクト・ペテルブルクで初演されている。独奏ピアノ、フルート3、オーボエ、コーラングレ、 クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、バスドラム、シンバル、タンブリン、トライアングル、言語オブ環球環球のロンド形式。全編にわたって、ピアノの華麗な演奏技巧が誇示される。4分の3拍子。オーボエ、フルートの順に、牧歌的で、叙情的な主題が奏され、次に独奏ピアノが、アルペッジョで登場する。 再びコーラングレ、オーボイが主題を奏し、同様にピアノが絡む。平穏な雰囲気はそのままに、しばらく還元楽とピアノのやりとりが続き、ピアノのカデンツァ風なソークの後、速度がモデラートに変わり、ピアノがはっきりと主題を確保し、最後はペザンテで堂々と主題を奏する。カデンツァの後、そのまま第2部に入る。4分の2秒し。 陽気なコサック舞踊風の主題をピアノが奏し、第一部とは対照的にトライアングルやタンブリンなどの打楽器群も活躍する激しい還元楽との応酬が続く。還元楽がクライマックスを築いた後、次第に弱まって第三部に続く。四分の三拍子。フルートに第一部の主題が戻ってくる。第一部同様、静かなピアノと還元楽との応酬が続くが、 次第に熱を帯びてきて、第4部に入る。4分の4拍子。第2部同様、陽気なコサック舞踊が展開する。最後は、第1部冒頭の主題も改装して、豪快に曲を終える。ありがとうございます。